キアナさん。ウェンディ、私に残された時間はありません。最後にお話ししておきたいことがあるんです。よく覚えておいてください。何日か前、テザイアジェム内部の崩壊エネルギーの力で歩く力が回復しました。その崩壊エネルギーの力でブローニャお姉ちゃんを回復させられたら、もしデザイアジェムを手に入れる機会があったら、どうか。ウェンディ、ウェンディ、通信が切れちゃった。何ぼーっとしてるの艦長。のプレゼントは喜んでもらえた？プレゼントって、まさかウェンディちゃんとの通信？正解。私の大いなる慈悲に感謝すべきじゃないかしら。ウェンディの遺言を最も愛するブローニャちゃんに伝えられて。遺言？あら、言わなかった？もう第四律者は殺したの。何？なんだ？もう体内から崩壊エネルギー結晶は取り出したわ。そのデザイアジェムね。取り出したって使えないでしょ。それは天命の技術力が足りないだけよ。私たちはとっくにデザイアジェムを機械に使う技術を開発したわ。でもこんなに楽に手に入ったなんて、ほんとあんたたち天命のおかげだわ。狂ってる。エネルギーのために罪のない人間を殺したなんて。あら、天命に復讐するのが彼女の願いだったのよ。代わりに実現してあげただけ。それだけじゃなく、最後は最愛のブローニャちゃんともお話しさせてあげて。まあ残念ながらその言葉ももう届かないようだけど。
デタラメ。キアナちゃん、気をつけて。こんな大きなロボットが動かせるなんて信じられないわ。じゃあね、私の新しい作品にせいぜい遊んでもらって。そうそう、この子の名前は MSR7 デウス。たっぷり実験データのサンプリングさせてちょうだいね。じゃあよろしの重装戦術機構デウスを撃破したキアナたちは ME 社本部からの脱出に成功した。メイを取り戻すことはできたが、ウェンディは帰らぬ人となり、ブローニャも昏睡状態に陥っている。聖フレイヤ学園の技術をもってしても彼女を助けることはできなかった。ブローニャを救いたいテレサは聖フレイヤ学園の中央教会へ向かうことにした。その地下には天命組織最高のバイオ技術が眠っている。それは学園長ですら知らない機密事項であった。